まずストレッチエクササイズを2つ紹介させていただくんですが、1つは腓腹筋アキレス腱伸ばしなんて呼ばれている技術で、もう1つこれはタオルギャザーと呼ばれている、で、暮らしの中でできる生活改善ポイント、でもこれも2つ挙げられています。1つは姿勢やフォームの崩れを意識して修正をしてください。特に足がガニ股になる、大きくなってしまうということで崩れることが多いので、足の真ん中に足の太さと第二趾があるというのを確認してください。もう一つは足裏の運動を重点的に行っていただいて、同時に靴をぜひ見直してください。荷重のかけ方を意識するのは正しく歩くというところがポイントです。靴をぜひ見ていただいて、見た目で選ぶのではなくて、履き心地とか歩きやすさとか滑りとか、そこの材質まで含めてですね、選んでいただくというのがおすすめになります。専門職の意見なんかも聞いていただければ幸いです。